ラスターは一般に大規模のクラスターコンピューティング、スーパーコンピュータで使用されている分散ファイルシステムである。ラスターという名前は Linux とクラスターのカバン語になっている。ラスターは GNU、GPLV2 の下で公開されており、小規模のワークグループのためのクラスターから大規模なマルチロケーションのクラスターに及ぶ広い範囲のコンピュータクラスターに対して、 ハイパフォーマンスなファイルシステムを提供する。ラスターファイルシステムは高い性能を持ち、ライセンスがオープンであるため、スーパーコンピュータでしばしば利用されている。2005年6月以降、常にトップ10の少なくとも半分のスーパーコンピュータで使用されており、世界の最も高速なスーパーコンピュータシステム100のうちの60以上で採用されている。この中には、 2014年にトップ500にランクインした世界第2位と第3位のスーパーコンピュータであるタイタンやセコイアが含まれる2018年6月の上位10位では第1位のサミットや第7位のタイタンなどで利用されているラスターはスケーラブルなファイルシステムであるため数万台規模のクライアントノード数百台のサーバー上に搭載された数十 PB のスレージ 1TBS 1> 1以上の合計 I、O スループットを持つ複数のコンピュータクラスタの一部として利用することが可能である。そのため、ラスター、ファイルシステムは気象学、シミュレーション、石油、ガス資源、生命科学、インタラクティブメディア、金融などの分野で採用されることが多い。ありがとうございます。